坂江茉は、広島ホームテレビのアナウンサー。兵庫県神戸市出身神戸市立生は大中学校、兵庫県立兵庫高等学校、立命館大学理工学部を卒業後、2004年4月に広島ホームテレビに入社。夕方のニュース、情報番組、ホーム、J ステーションなどの番組を担当していたが、2007年から主にスポーツ中継を担当することになった。 別名、平成の滑り穴。2007年9月1日には、スーパーベースボールの中継を初実況。前田智則の2000本安打達成の試合を実況した。ちなみに、高校時代は野球部に所属し、ポジションは投手圏内野手だった。トイプードルを飼っている愛犬家である。2014年7月、広島東洋カープ大瀬良大地投手に、 栄が作詞を手掛けた第一炎のナンバーを提供し、松田スタジアム登場曲となる。2015年3月30日からホーム J ステーションのメインキャスターを務め、2018年4月から後続、新番組耳よりライブ5アップのメインキャスターを引き続き務める。ありがとうございます。